2015年10月1日、あるネットユーザーが、中国版ツイッター、ウェイボーで、日本に、人気アニメ、新世紀エヴァンゲリオン風の新幹線が登場すると紹介したところ、多くのネットユーザーが反応を示した。JR 西日本が、新幹線、エヴァンゲリオンプロジェクトと銘打ち、展開するもので、来月7日から、2017年3月まで500タイプエヴァ車両を走行させる。1号車は展示体験ルームとなり、実物大コックピットなどを設置。自由席の2号車にはエヴァをイメージした内装が施される。これに対し中国のネットユーザーからは以下のようなコメントが寄せられた。めちゃめちゃ羨ましい。乗りたい。かっこよすぎ。旦那を連れて日本に行かなきゃ。日本のアニメや漫画は大好きだよ。きっと次は飛行機とのコラボだね。絶対に乗りに行くから待っててくれ。エヴァみたいに暴走したりしないのか。二次元の世界は三次元の社会を支配下に置いた。ああ、日本に誘惑されてる。自由席があるなんて。